おでん絵文字でしか見たことない。うまい。はい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 、ですですです。仕事の後のビールは染みますな。魔女の料理。次は？見てるの恥ずかしい。いやいや映してない映してない、ちゃんと大丈夫。今大根しか映してないから本当に、うん。あら立派な酒ですね。これはね料理酒なんですよ。はい。可愛いよね。可愛いデザインが。いただきました。ママありがとう。この日はい、おサブサンブレ。うわもうちょっと出ちゃったね今。こちらを処理させていただきます。これでなんか大根を出しとくといいらしいので。それ水にかけてめんつゆで食べると美味しいそうめんが出来上がるみたいな。そうなの？おーおー見えましたー。私が運転してる横で何かお隣で怒っていたようです。私です。二日酔いがきつすぎてもう本当にもうゲロゲロオンザゲロビーチって感じなんですよ。やばい、早くすっきりしたい。気持ちよさそう。にゃんこみたい。猫やで。無理かも。置き物みたい。全く動かないね。どうですか、カバさん。あ、たまにヌメペクペク動く。食べてる。かわいい、買いたい。尻尾長。あ、感化されております。美味しい。いい顔しますね。あ、後ろに。あ、いいね。二日酔いにぴったり。美味しい。美味しい。あ！いただきます。え、かわいい。え、何それ。あ、獣になっちゃった。もうちょっとこっちやってもらった。こっち。あ、そう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 、アベスですね。いや、まあ動画なんですけど。え？あ、これ奈々子さんの昼ご飯ですか。はい。あー、ブル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 。ほれほれ。あ、スイカ。でもなんか可愛いな。待ってきたわ。あああすごいでかい。舌がすごい。ほら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 。すごい。夜逃げ。ここをキャンプ地とします。富士山見える。戦いが始まった。
なんだそんなポーズは。すごい。なんかでも3分で膨らむらしい。そっちの方がいいよね多分。心肺蘇生の講習受けてる人。大丈夫ですか？あなたは救急車。あ、めっちゃいいこれ。めっちゃいい。え、なんなの寝袋いらなくない？いや、いるけど。あ、これいいじゃん。これでさ、寝袋を布団にしてさ、上にかけちゃえば確かにいいんじゃないですか。すごい、見て、あ、ここでさ、普通に写真撮れそう。今回の巻きは、これは、なら、なんだろう、いい皮のついた木です。美味しそう。どういうこと？木評論家の野中さん、これはとてもですね、珍しい木です、ね、あ、本当ですか。どういった点が珍しくなっているんでしょうか。このゴツゴツがすごく鮭の皮みたいな感じで。これさ、歯割れないんですか。信じて信じて。歯さ、もし飛んできたらさ、あの、うん、もうなんだっけ、あの、うん、不幸が連鎖する映画あるじゃん。ファイナルデッドコースター。あれみたいさ、くしゃみ。いい、いいよ、頑張れ最後。おでんを作りたいと思いますが。あれ？白い息出る。さあ、今から、おでんを作りたいと思います。まず、蓋を開けます。はい。お出汁を入れます。はい。ファーストね、早く。お、入ります。大根投入します。その袋ごとドボドボドボってせずにね、一個ずつ入れるっていうのがやっぱりこう性格がね、うちとあなたの違いよ。あれあれ、これが、いや、今取られてる。この女。カモメちくわでーす。何が違うんですか、普通のちくわと。ん、カモメが入ってます。この女。カモメちくわ、スケトウダラを 100% 使っております。さすやん。うん。あ、ああ、おでん。絵文字のやつ。絵文字でしか見たことない。このおでん。投入して、ちょっと後で。ジャパニーズフード。おでん。うん。あ、楽しみ。無事に二日酔いも良くなりました。焚き火にぬくもりを感じて、これからおでんを食べることができます。満月です。うわー、やばい。どれだけこの時を待ってるの。私たちはそのために今年まだおでん食べずに生きてきたから間違いない。
あ、ビール、あ、どうぞ。美味しそうですね。じゃあ私汁飲みます。乾杯。美味しい、めっちゃ美味しい。柚子胡椒入れるわ。どうですか？最高。至福や。至福のひとときすぎる。うん、うまっ。マグロうまい。うまっ。お昼も食べずにね。すごい早く頑張った。うん、うまっ。うん、やっぱシャウエッセンだな。おでんにもシャウエッセン。うん、ダメ、上向くよ。ダメ。最高。いや、こんな幸せがあっていいのでしょうかという感じなんですけど。熱い。いいよ。ウインナーめっちゃ美味しくない？めっちゃ美味しい。ウインナーバカうま。うまい。重っ。グロンケーホン終了。汁も美味しい。あったかい。おでんは高いんだ。いろいろありましたけど、無事にここまで来れました。来れましたね。一時は止まる。主に7個前歯じゃない、奥歯が。あ、昨日奥歯がどうなったんですか？奥歯かけました。ん昨日あれ後ろ焼き鳥よ。食べていたら奥歯がかけた。なぜだなぜだ。それは治療を怠っていたという説があるんじゃないでしょうか。先日なんか動画で、うん、朝7時に起きたから歯医者に電話しようかな、明日やろうはバカやって言ってる人いませんでしたっけ。おいしい大根。逃げ切ると思わない。青森の、うん、わさびが跳ねるつゆ。つけたことある？ない、初めて。つけるなら大根がこんにゃくとかが、こんにゃくやったら田楽みたいな、うん、売られてる感じ。うわー、うん、おいしい。懐かしい。うわ、懐かしい。懐かしい。めっちゃうまいわ。お祭りの時絶対食べる。あ、出店で並んでるんや、うんうん。あ、見て、いい感じ。あー、すごい、うまくない？いい感じにね、ここいい、そこポジいい。ここおすすめ、うん。あんまりなんか火がなさい、ないところ、この赤いやつ、うん、
火じゃなくて火種が。うわあ。え、花火。なんで？なんで花火してんの？めっちゃ綺麗。すごい。え、なんで？ハロウィン？ハロウィン？ハッピーハロウィン？え、どういうこと？すごい。めっちゃ綺麗やん。え、なんで？うちらを歓迎してくれてる。すごい。私見れると思わなかったな。ねえ。リベンジならず。セーフセーフ。セーフ？すごい、リンゴの汁が、果汁が溢れ出て、そう。何それ抜いたんですか今。これは真ん中に仕掛けをするために。真ん中、リンゴの真ん中に仕掛け。何かを捕まえるんですか。何か獲物を。なんだこの胃袋を捕まえます。恐ろしい。捕まれ、すぐ捕まれちゃうからね。お砂糖を入れて、バター、で、最後シナモン。おー、汁がすごい。すごい。リンゴの汁が。うわー、すごい。完璧じゃない？あー、溢れてきそう。思いが。食べてみます。これディップして。あ、ディップして。美味しい？甘い？しょっぱい？辛い？美味しい。リンゴの新しい美味しさを見出してしまった。見出してしまったな、こりゃ。お、うまっ。ね、香りがいい。うん。めっちゃいい。にリンゴ。美しいリンゴ。アップ、うまっ。アップルパイの一番美味しいとこの味がする。一番美味しいとこだけを作り上げてしまった。うまっ。